今回は鈴木宝さんについてご紹介します。鈴木宝さんに関するキーワードはパチンコにはまる、グラビア界の至宝、触れてはいけないです。ちなみにバストサイズは G カップです。可愛くて爆乳とは最強すぎですね。それではキーワードを含めてご紹介します。鈴木宝さんは2000年7月11日生まれの千葉県ご出身のグラビアアイドル、タレントさんです。2023年現在で23歳です。鈴木さんは応募総数は約6000名の中から18名にまで絞り込まれたミスセブンティーン2017ファイナリストです。残念ながら賞は取れませんでしたが、ファイナリストにまで残るだけでもすごいことですよね。ミスセブンティーン2017でファイナリストまで勝ち進んだ後、もともとグラビアアイドルとして大ファンだったという武田玲奈さんと同じ事務所に入りたいと思い応募し、見事合格され芸能人の仲間入りとなりました。その後は当時 F カップボディという抜群のスタイルで水着グラビアデビューからわずか2ヶ月で雑誌の表紙を飾っています。2021年には自身初のデジタル写真集を発売。その発売記者会見では20歳になってから初の下着姿で撮影したこと、ロケ地が漫画スラムダンクでも知られる神奈川県江ノ島であること、先輩の清水愛理さんに通っているジムを紹介してもらって体を作ったことなどを明かしています。鈴木さんの趣味はアニメ、漫画、ゲームなどです。約6000冊の漫画を所持しており、一番好きな漫画は家庭教師ヒットマン、リボーンだそう。好きなゲームは荒野行動で、趣味を生かして2023年3月にはロードモバイルプリンセス決定戦に参加し熱戦を繰り広げています。またサバゲー雑誌ピースコンバットの仕事でサバゲーの魅力を知ったのがきっかけで本気でサバゲー始めようとしていますとコメントしています。特技は陸上で棒高跳びで2メートル70センチを記録して千葉県大会に入賞したことがあるそうです。苦手なことは歌唱で、ダンスもリズムを全く取れないほど下手なんだとか。好きな女優は池田エライザさんと武田玲奈さんで、特に武田さんについては表紙を飾った少年漫画雑誌を見て大ファンになったんだそう。また武田さんや少年漫画に登場する女性キャラクターの影響からグラビアアイドル好きを公言しており、桃月なし子さん、高崎かなみさん、えなこさん、いおりもえさんを二次元にいてもおかしくないような造形との理由で神扱いしており、グラビア誌は複数回しているそうですよ。セールスポイントは誰とでもすぐ仲良くなれるところと黒目が大きいところです。アルバイトをしたことがなく、高校生当時に FX をやってみたら大儲けできたため働く必要がなかったとのことですが、祖母にたまたま運が良かっただけだからとたしなめられて辞めた後には、それよりも無心でできるパチンコの楽しさに気づき、今はそっちにハマっているそうです。破滅しないことを祈るだけですね。2022年8月には CS の麻雀番組、元乃木坂46中田かなの麻雀ガチバトル、かなりんのトップ目取れるかなに出演されたり、2022年10月からはニコニコ生放送および YouTube の競馬予想番組、うまみチャンネルに出演するなど、興味の幅を積極的に広げています。そんな鈴木さんの彼氏にしたい理想の男性はイケメンで面白い人と語っています。芸能人だと山田孝之さんや竹野内豊さん、阿部寛さんなどの名前を挙げています。髪型がマッシュであればなお最高だとコメントしています。実際の恋愛では、好きな人に誘われてデートしても途中で気持ち悪くなって帰ったりなどの、いわゆる蛙化現象を起こしてしまうようで、なかなか付き合うまでには至らないとのことです。2023年に入っても活躍は順調で、2023年3月には最新グラビア写真集触れてはいけないをリリースしています。ビキニを突き破る勢いでまっすぐに突き出た至宝の G カップは重力無視の針と弾力、ダイナミックな胸元だけでも十分すぎる破壊力なのに、美しく引き締まったヒップラインがさらに男性のハートをかき乱します。2019年のデビューからグラビア界の新たな至宝と呼び声の高い鈴木宝さんの完全覚醒を予感させる作品となっています。黒のニットセーターをおもむろにめくり上げて輝く谷間は素晴らしいの一言です。濡れたカッターシャツからスケルス肌や和室での四つん這いポーズなど、あの手この手であなたの理性を崩しにかかっていますよ。鈴木宝さんのことが気になった方は概要欄に SNS の情報などを載せていますので、ぜひ見ていってください。それでは次の携帯の方の動画でお会いしましょう。ご覧いただき本当に本当にありがとうございました。